こんにちは。今回は京都三貫について紹介したいと思います。これが京都三貫の、サッカー選手です。スケジュールはこれのことになってます。さあ、続いてましたよ。このポスターになっております。さあ、続きましてこちらが、5000円ありがとうございます。またスタジオで会いましょうと言ってます。京都三貫のマークは、ご覧のところになっています。ポスターはこの後で、京都三貫の亀岡で、亀岡にありますんで、サッカーのグラウンドはご覧となっております。さ、続きまして、コインロッカーの上にあるこちらとなっております。これが先ほどご紹介したように同様となっております。JR 佐賀路線快速で約20分、 JR 亀岡駅下車すぐと書いてます。さあ、続いて、先ほどご紹介したようにこの通り書いてます。続きまして、この通り、京都三貫のこのユニフォーム着てる人がいます。これはかっこいいですね。以上ですけど、京都三貫について終わりたいと思います。